D サブアウイコネクタ D サブミニアジアとは、広く普及しているコネクタの規格の一種で、主として、コンピュータと周辺機器を接続するために用いられる。D サブコネクタは2から3列に並んだピンコンタクト、またはソケットコンタクトが、アルファベットの D の字に似た形状の金属シールドに囲まれた形状をしており、この形状が名前の由来ともなっている。 ディ千41652ミル DTL-24308 及び IEC-807 から3にて規格化されている。アメリカのキャノン社が1952年に開発した D サブ端子3列の D サブコネクタである VGA 端子あたりジャガーのジョイスティック端子 D サブコネクタはその形状及びピン、数によって分類される。 広く用いられている命名法は、1文字目が D サブコネクタを表し、2文字目がシェルサイズ、続く数字がピン数を表す。例えば DA15 は、シェルサイズ A の15ピンコネクタを表す。9ピンサイズにあたるシェルサイズ E に15ピンを配列したものは、で15と呼称され、これは DA15 と異なり3列にピンが配置された形状をしている。 コンピュータ用としては主に次のものが使用されている。RS-232 などシリアルポートで使われる。あたり2600のジョイスティック端子にも使われた。これは後々、俗にアたり仕様と呼ばれ、PC-8801、PC-9801、MZ-2500 PC、MSXX68000FM タウンズなど、 日本国内向けの独自規格機で採用された。PC-9801 の一部機種ではバスマウスのコネクタとして用いられた。ピンが2列の DA-15 コネクタはゲームポートでよく見受けられる。日本国内向けの独自規格機やマッキントッシュではアナログディスプレイの接続に使われた。ピンが3列ので -15 コネクタは主に a t 互換機で アナログディスプレイの接続で使われ、同様と限定のものに限り VGA 端子と呼ばれる。あたりジャガーのジョイスティック端子としても使用されたが、ネジ止めによる固定ができないために抜け落ちやすく、不評であった。ほぼアミーが専用のカスタム端子、アミーがビデオコネクターとして知られている。専用ディスプレイを接続するために使われるのだが、日本では全く馴染みのない規格であるため、 自作ケーブル用コネクタが入手困難である。後に有志により自作ケーブル用の 3D プリンター用データが公開された。セントロニクス方式などパラレルポート及び RS-232 などシリアルポートで使われる。マッキントッシュ等でスカジーコネクタとしても使われた。日本では ICM がスカジー機器接続用として用いていた。以下の種類のコネクタは ハーフディーサブなどと呼ばれて広く使われているが本来はディーサブとは別の規格である。ありがとうございます。